都合の悪いことは知らせない、こんな悪法です。憲法改正草案、国民に国を守る義務を課してます。全文にそう書いてある。緊急事態になったら国会も停止して自分の考えで法律の効力を持っている政令を発布できる、こんなことを考えている。まだまだ考えてますよ。教育の面でも国家優先の道徳を押し付ける教育をこれから進めようとしている。まさに歴史上最悪の民主主義否定、平和を否定する、これが安倍政権の実態である。私たちは、そして国民は黙っているととんでもない方向に連れて行かれてしまう。今こそ黙っていてはいけないんで、今こそ多くの力を結集して、これまで黙ってきた人、政治に参加してこなかった人にもどんどん積極的に参加していただいて、大きなうねりをこの場から起こして安倍政権の野望を打ち砕こうじゃありませんか。吉田党首、市委員長からもありました、野党が結束するぞ。民進党ももちろん同じ決意であります。まず参議院一人区では多くの野党共闘が成り立ちました。複数区では平和を守る野党がみんな当選する。そしてまず3分の2を安倍に取らせない、野望を打ち砕く、その決意で連帯して頑張ります。それとともに同日選挙なんてことを言い出している、いいチャンスじゃないですか。同日選挙やるならやって、一気に安倍政権を、自民党政権をひっくり返そうじゃありませんか。皆様の大きな力、本当に大きなうねりを呼んでます。私たち野党4党と市民の皆様が今こそ力を合わせて、将来今を振り返って、あの時もっと頑張ればこんな日本にならなかったのに、そんな後悔をすることがないように、若者や子どもの将来を守るために、しっかりとしっかりと私ども民進党、皆様と共に戦うことを誓いまして、連帯の挨拶とさせていただきます。頑張りましょう。小川さん、ありがとうございました。これから参議院選挙に向けて、私たちがこの参議院選挙勝利の追い風を市民の力で作り、共に戦おうではありませんか。国会内外で力を合わせて参議院選挙勝利、勝ち抜いていきましょう。頑張りましょう。国会議員の皆さん、ありがとうございました。もう一度大きな拍手で連帯を表明してください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。共に戦いましょう。それでは今スタッフがカンパの袋を持って、回っていますので、ぜひ見つけましたらカンパのご協力をよろしくお願いします。それでは主催3団体から挨拶があります。戦争をさせない選委員会から清水雅彦さんです。お願いします。皆さんこんばんは。戦争させない選委員会の清水と申します。日本体育大学で憲法を教えている大学教員です。この4月から私も日体大で応援団部の部長になりまして、ますますこの最近体育大の教員っぽくなってきました。それはさておき、今日の東京新聞、読まれた方、非常に興味深い記事が出てました。安倍首相が国会で自分のことを立法府の長だという、あの方は少し知的な方ではありませんから、本当にそういう間違いをしてるのかなと思ったんですけども、
記事を読んだら何度も自分のことを立法府の長だと言ってる。これは記事にもありましたけども、立法府の長だということによって慣れさせる、2012年の自民党会議案では緊急事態条項を導入し、内閣が緊急事態宣言を発すると内閣が法律と同一の効力を有する政令を出せる、そういう改憲を考えているから、あの人は行政府の長であると同時に立法府の長にもなりたいんじゃないか、確かにそういうふうに思いました。とんでもない。で、最近、他の場所でも言ってるんですけども、この間私は中曽根首相と安倍首相の共通性を考えております。中曽根首相は日本国憲法をマック憲法と揶揄し、戦後政治の総決算を訴えました。そして GNP 比 1% 枠の枠を撤廃し、対米武器技術の輸出を行い、国家秘密法の制定を狙って、靖国の公式参拝もやりました。で、一方で安倍首相は日本国憲法のことをみっともない憲法と言いました。あるいは戦後レジームからの脱却を謳い、防衛費をこの間増額してますし、なんといっても武器輸出三原則をやめて防衛装備移転三原則に変えてしまう、そして秘密保護法を制定し、靖国神社へもこの間行ってます。ただ中曽根首相はまだ聞く耳がありました。86年に衆参同時選挙自民党やりましたけれども、衆議院で自民党300席を取りながら、確かにその下でいろんな悪法を作ったわけですけれども、しかし国民が反対の声猛烈に上げた問題については思いとどまった。例えば靖国の公式参拝86年以降やってません。国家秘密法も制定断念しました。しかし安倍首相は聞く耳を持ちませんから秘密保護法を制定しましたし、靖国も言ってる。で、やはり怖いのはこれからの選挙、もし与党が3分の2以上参議院で取ってしまったら、やはりこれは改憲本当にやりかねない。秘密保護法も戦争法も強引に制定した首相ですから、これはやはりやりかねない。そういう意味で私たちは絶対これからの参議院選挙あるいは衆議院選挙で改憲勢力3分の2以上取らせない、さらには憲法理念を実現させる野党、そういう勢力が過半数を取るような、そういう選挙をしなければいけないと思います。で、冒頭で今年から応援団部の部長になったという話をしましたが、やはり例えば高校野球でも大学野球でも選手は応援団が応援してくれるとやはり励みになるわけで、そういう意味ではこの間私たち市民は政党野党の応援団の役を務めてきたと思います。昨年からのこの総かり行動によって野党共闘というものも作り上げたと思います。そういう意味ではこれからの参議院選挙あるいは衆議院選挙、もちろん政党員である方もおられるかもしれませんが、あるいはこう無党派の方もおられると思います。いろんな政治的立場があると思いますけれども、それぞれの選挙区で臨機応変に普段は投票しないような野党に対してもやはりこれは応援して投票しなければいけない。全国各地で私たち市民が野党の応援団の役割を果たすことができれば、私は衆参両院で憲法理念を実現する政党が勢力が過半数を獲得できると思います。ぜひそういう運動をこれからやっていきましょう。共に頑張りましょう。清水さん、ありがとうございました。それでは続きまして、解釈で憲法9条を壊すな実行委員会から高田健さんです。お願いします。皆さんこんばんは。9月19日から丸8ヶ月だったんですね。いつもこういう時には長かったようであっという間に過ぎてという話になるんですけれども、本当にそう思いますね。9月19日の後、私たちは野党5党で必ずこの戦争法案を、廃止法案を出してもらおうというふうに考えました。そしてまた今年の夏にある参議院選挙で野党が共闘して
そして安倍政権に立ち向かってもらうようにしてもらおうと考えました。考えたんですけれども、皆さんはどうだったですか。あの時にある意味では夢のような話だったではありませんか。野党5党の皆さんが結束をして安倍内閣に選挙で戦うというようなことを本当に実現できるだろうか、期待もしハラハラもしながら、そうした提案を私たちはしてきたんだと思います。8ヶ月経ってみて、先ほども報告がありましたように、全国32の1人区のほとんどがすでに一本化した。まもなく32の選挙区すべてで野党4党の統一候補ができる、そうした報告がされています。そしてそれだけではなくて、今この後押しをする市民運動は全国をたくさんのところから、市民連合もそうですし、各県の市民連合、あるいは各地域の市民連合、さまざまな名前の市民運動がこの野党4党の結束を後押しをしながら、今参議院選挙、そして場合によっては衆議院選挙に向かおうとしています。8ヶ月でここまで来ました。本当に私はすごいことを実現してきたんだと思います。これは全国のすべての皆さんの願いが、そしてその下での生まずたゆまずの諦めない実践が、こうした素晴らしいことを実現させたと思います。何度もこの前で言ったような気がします。本当に腹が立って諦めちゃいたくなる、こんなもの本当にうまくいくのか、なんでいかないんだ、何度も市民も野党の結束がどこまで進むのか状況を見ていて腹を立てたり、いろんなことをしたと思います。しかし私たちは決して諦めませんでした。必ず野党の結束を実現し、市民と野党が団結をして安倍内閣を倒すんだ、そうすることによってこの戦争法を絶対に阻止するんだ、大変な困難な課題だったですけれども、お互いに頑張り通してきたと思います。皆さん、先ほどどなたかがおっしゃってました、統一候補ができるというのは選挙の一番最初、いろはの意にしかすぎません。候補者ができたらその後は本当に運動を強めて勝たなければならない、与党の候補を打ち破らなければならない、これからわずかな期間ですけれども、私たちは全力を挙げてその戦いを進めていく必要がある、そういう時期に私たちはこの19日の集会をやってるんだと思います。今日皆さんよくわかりますように、本当に早くから多くの皆さんがこの場に結集をしています。今仲間が人数を数えていますから、私はどのくらいいるかわかりませんけれども、たくさんの人の熱気を今感じています。私たちはこの野党4党の結束と市民との連携を通じて、今度の参議院選挙で必ず勝利する、安倍晋三が3分の2を取って改憲をする、憲法を変えると公言していることに対して、一泡も二泡も吹かせなければいけないと思います。2007年、安倍晋三がお腹が痛くなったことを私は忘れません。安倍晋三は自分で施政方針演説をやった直後に無様にも政権を投げ出した、それは全国の世論の力だったと思います。このことを今回必ず再現をする、2007年のあの第一次安倍政権の崩壊を私たちはこの2016年もう一度